こんにちは。房州弁のネイティブと話そうのコーナーです。こうは稲壊した跡があっけん、あんの跡だった、あんの跡かね。あ、この稲はね、この稲で米を刈り取って天日干しへしてあった跡です。じゃあ、奈良市だけが組んであった、奈良市が組んであっただね。これはほうじゃ、天日干し、掛け干しするために作る台のことを奈良市中だよね。奈良市竹っていうところはあんまり少ねえみてえで、世間じゃ、はさ竹とか、はさ掛けとか、そういうふうに掛け干しのことを言うみたいだね。前は稲刈りしてっと、稲の間からくっちゃめが出てきて根を噛まれたもんだよ。いいですか？以前は、あ、こんにちは。以前は稲刈りをしていると、マムシが出ていて噛みつかれたもの。以前は稲刈りをしていると、マムシに噛みつかれる事故がよくあったものです。そうするとね、救急車が田んぼの中に来てね、大事だったよ。そうすると、救急車が来て大変な騒ぎになっておりました。